えー、皆さんこんばんは、えー、こんにちはの方もよろしくお願いします、えー、ちょっと時間帯が変わったことになってしまいましたが、えー、1週間ほどご無沙汰でしたかね、えー、まあ激変している時代のことでもありまして、えー、身辺もなかなか忙しいという局面が、えー、今でございます、えー、そういうことで、えー、少し間延びをしましたが えーまあ、あのミクロに行ったり、えー、マクロに行ったりという形で、えーまあ、今あの15回目になりましたがアマゾンについてここをしばらく取り上げておりましたのはあのライブな話です今まさにアマゾンのカスタマーサポートさんとですね、えー、特定のお、まあ、先住者というわけでもないんでしょうけど、えー、固定したカスタマーサポートの方から。 まあ週に1回程度お電話いただくという状況が入ってですねもうもう1か月近くなるんでしょうかうんえっと今日はですねこのエコーショーとの,もうあのお関わりからですねもう結構何度かお伝えをしていますので皆さんあの一部お聞きになったこともあると思うんですけども改めてえ今ライブな生なお話ですので これを繰り返し学習の素材としてそれから一つの事例のテンプレートとしてですねご理解いただくために格好の材料ではないかと思いましたのでこの際先を急がずにここにちょっと少し提案しながら解説していきたいと思います。また今日はですねこののののご利用の方の評価が あのアマゾンさんのレビューに載ってますのでレビューについても少し論評できたらと思っています、えー、よろしくお願いします、えー、この,の画像にございますのはえっと私がですねえー、っと購入しました機種のえー、っと画像ですね、えー、少しあの見えにくいので拡大した画像にしましたが、えー、ここにあの購入回数2回となっていますがこれもとんでもない話で <laughs> 購入は一回しかしてません。ずっと不良品なんです。あの購入回数が二回となっている理由は、おそらく、私のこれはあの水量ですけれども、昨年十二月に購入してから取り替えが続いております。不良品です。誤作動続いています。毎日誤作動ですあの。誤作動についても、三月以降は単に誤作動だと。 というふうにカスタマーサポートさんに、えー、当時はチャットで要求されましたから、えー、訴え取ったんですがあまずたらい回しという件は前回のように、えー、排除しました。であの固定にもなってはいるんですけどなかなか連絡をしてきません、まあそういうことがありました、えー、ですからその際にですね、えー、不良品を取り替える際の都合でですね 購入という形式を取ったんだと思いますこれは Amazon さんの都合でして私はこの a c r o w s 5誤作動をするし不良動作をするということがはっきりとしている以上ですね2度購入するわけがありませんあくまで私に対して4回の不良品を取り返っての製品送付に際しての 事務手続き上の都合で2回購入という形を取っているんだろうと思います。そういう意味ではこの表示は非常に不親切な表示だと思います。12月に購入して、まあその間も決してあの思うようには動いてはおりませんが、3月になっていよいよ取り替えた後、まあカスタマーサポートの方の指導もどうも混乱もしており。 指導通りスマートフォンの端末の設定からとりわけその私が非常に不審に思っているのは定型アクションと呼ばれるメニューに沿って入力している通りに動かないとその動かないというのは毎日のように頻発する誤作動ですね。 それによって明らかに不良品であると、本来であれば、この機種はリコールをアマゾン側がですね自発的に社会的にですね責任を取るという意味合いでは、対応すべき内容のものだと私は信じておりますが、なかなかそういう判断をこちらの方から強要するわけにはいきませんので、皆さんのご協力も、 あればあもしかすればあのアマゾンさんの態度が劇的に変化するというふうなことにそういう運びになるかもしれませんですねいずれにしてもですね、えー、と今私が一本アマゾンさんに対してきつく一つの軸として立ててる申し立てはですね、えー、私の、えー、3月以降 カスタマーサポートの指導によって、えー、スマートフォンの端末を使って、えー、定型アクションの設定をしているという状況にありながら毎日定型アクションを反映しない誤作動が起きているという事実ですね。これ,をこれも Amazon さんの指導によって、えー、誤作動が起こるたびごとに報告を入れ それからスクリーンショットをでですす。ね、きちっと残しているわけですこれがまああの3月以降続いてはおりましたが指示を受けてからも軽く1か月以上記録で残っているわけですねこれについてはですね、客観公正な誤作動の事実レポートであるとこの事実レポートに関して引き受ける窓口が アマゾンジャパンにないのであればアメリカのアマゾンさんのシアトル本社また上場企業でもあることですからこれをナスダックさんにきちっと書面でですねしかるべき担当部署に送りましょうあるいはそういった物事に関しての不公正を管理する組織がきちっとあると危機を読んでいますからそちらに対しても 同腐のものと同じものですね。えー、まあ、えー、並行して送達させていただくだということを繰り返し伝えています。これは私の方の勝手なあの思い込みや勝手な判断ではなくて、もうすでに発行後久しぶり i s を二万六千というふうな一つの社会的な方法論 メソッド手続き手順があるのだということに関して Amazon さんのご理解をいただくいただかないを別にしてですね手筋として我々はもうすでに持っているんだということの確認をしておきたいと思っていますさてこのエコーショイ5というものをですねえっ、ー、と見ておりますと、えー、当然のことですがえっ、ー、とレビューというものがあるんですねもしよろしければ皆さん アマゾンの利用の方も多いと思いますので、アマゾンを利用なさっていない方も、おそらくネット検索で、このエコーショー5のですね、レビューは、皆さんで読んでいただけるというふうに私は思います。実際、あのアマゾンのレビューはあの、非常にガラス張りではないにしても、まあ、相当選び抜かれた、厳選されたレビューとは思いますが、 きちっと余すところなしにですね、この品質に関しての言及が載っております。で、私自身も実はレビューを書いたんですね。私のレビューだけはなぜか投稿をいたしましたが、掲載はされていません。つまり、現在もまだこのような形で Amazon さんとですね、応酬をしている理由は、まさしく私が投稿したレビューを Amazon さんが。 えー、これは掲載をしなかったと理由は全くあの開示されてませんし私は事実を書いているということをいまあ、未だにそのおまぞさんがあきちっと納得して理解しておられないということの証細だと私は思うわけです、えー、ではこの少しこのレビューについて、えー、とお読みさせていただこうと思いますえっ、ー、とこれはなんかあの7月9日昨年の7月9日ですね 私は昨年の12月の入手ですから、少し早い、夏の頃に購入された方ですね。この方はクックパッドは使えない。神戸さんとおっしゃる方ですかね。料理用に買われる方もいらっしゃると思うので、コメントしておきます。クックパッドは音声で、しかもレシピを検索できないため、これが異常に不便。求めるレシピが。 ちっともできません、うん、あの料理をなさっている方は、えー、そうですねアレクサを何か料理本のように使っていくというふうな発想でご購入される方もありかもしませんが、えー、極めてこの機種に関しましてはと,とりわけ、えー、聞き落としが多いです。こういう目的でのご購入は、えー、お控えになられてはいかがですかというふうなこの方のレビューは。 えー、913人のお客様がこれが役に立ったと考えておられます。えー、次に、えー、とヘビコマルさんという方が、えー、呪文は完璧に唱えなななければならない、えー、と私も結構ねあのこのアレクサという、えー、スマートスピーカーですか、えー、いろんな呪文を覚えては、えー、いるかとは思うんですが。 わずかなイントネーションの違いで聞き落としはしますね。えー、っと、アレクサは耳があまり良くないみたいで、エアコン操作も何度も大声で言わなくてはいけなくてストレスです。リモコン取りに行った方が早いな。画面がついていて便利だと思ったのは、大声で言わなくても手元操作で隣の寝室の子どもの様子が見られるところかな。 別売りカメラ、うん、それもしばらくすると10分くらいで勝手に画面が戻るのは面倒くさい。家事をしながらちょくちょくみたいに大きな声で寝室を映してというと子供が起きそう。とにかく聞き取りがうまくないのは致命的です。そして音声で対応してほしくないからわざわざ画面前まで来て操作しているのに。 カメラ電源や w i f i の状態などで映せなかった時に大声でその旨を説明される。このプラグマ、このプログラムはセンスがなさすぎる。おっしゃる通りです。もう私はもう散々経験をしていますが、昨年12月購入したあの同機種ではですね、キッチンからあの声をかけてもきちっと反応をしてくれました。 えと交換機種が来るたびごとにですね、えー、間近に行ってどうなってなも動かないことがありますつまりあの呪文についてもなかなか癖のある、えー、と受け取り方をするあのエコーショー5なんですけど、まあ、特にこの「アレクサ」というプログラムはとりわけ感動も悪いです、えー、私の購入したエコーショー5だけの現象かどうかは分かりませんが とりわけ感度が悪くて、なおかつ、イントネーションとかですね、そういったことに関しても、よほどコントロールできる方以外は使えないと、そういうタイプのものと思われます。誤作動が起こる上にですね、音声で確認のために、例えば定期アクションで動かなかったものを何度もど鳴らなければ動かないとかですね。 いうようなことは何度も経験しています、えー、次に、えー、サドピュアさんという方の投稿ですが2019年10月29日、えー、本当は私も五つ星をつけられたらなぁとは思うお,お気持ちよくわかります私もね本当になかなか便利な道具だなと昨年12月には思ってですね友人に三、まあ、人くらいかな 非常にこう激勝して進めてですね、えー、購入をした友達がいます、ね、そういうような方々に対しても私は、えー、社会的責任を感じるわけなんですね、えー、それはアマゾンさんになり代わって感じてしまっているのでこういうふうな長い応酬、えー、をアマゾンさんと構えているわけなんですね、はい、ではこの方の本文読みます「アレクサ怒ってばかりでごめんね私だってこんなにイライラした自分は」 気合なのよ美容にも良くないしあなたは交換されたばかりの2代目初期不良を何度かなぜかよく引き当ててしまう私のことだから交換された機器はまず間違いなく良いもので長持ちすると確信していたんだけど1代目と初期不良を、えー、同じというかさらに聞き取り力が絶望的でうーん。 いいやいや、この方はかなりあのこう内政的で遠慮がちな方だと思うんですが、えー、初期不良が状態であるという製品系列がこの機種なのだろうと思いますね。えー、こういうものを平気で日本の消費者に対して売り続けるアマゾンにはやっぱり猛省を促したいと思います。えー、なぜ何回も日経ニュースや NHK ニュースと言っているのにいつも Yahoo ニュースへようこそになるの あの企業の押し付けがましさを思い出して無効にしたらようやく言わなくなったけれどそれからあなたを買った理由は主にアンリミティドを聞きこなしたかったからで聞き取りやすいようにマイミュージックプレイリストの名前を書いたりもしているなのになぜアマゾンミュージックおすすめとかになってしまうのかな一度は通じても 二度目には全く対応してくれないそんなことばかりで唯一の利点だと思っていた可視表示機能も時折全然表示されないのが残念じいさんの聞き取り能力はすごいのよ皆既供養について教えて一帯一路政策にいち早く参加した欧米の国これを普通の言い方で聞き分けるんだからそれからアレクサのことどう思う 聞いてみたら声が素敵ですね。青いライトが綺麗です。一度お会いしたいです。お天気の話とかで盛り上がりそうです。でなんか余裕な感じでね悔しいと思わないあこれあの Google の系統から出ているそのスマートスピーカーがえーまあ評判のようですね。私はたまたま a m a z o n b e だからこのエコショー5買ってしまったんですが。 もしあの知らなければ、じ、えー、さんの方の、えー、スマートスピーカーを買っていたかもしれませんですね。えー、最後にしましょう。チワワさん、これはひどい、えー。2019年7月24日に日本でデビュー済み。プ、えー、ライムデーで購入しましたあ。これは私も全く同じですね、えー。家にはエコードットとエコーがあり、毎日使っているぐらい便利なので、エコーショーを楽しみにしていたのですが、 一言で言ででうととてもひどいです不良品の可能性がかなり高いのですが設定完了後に液晶に「アレクサ〇〇してみて」と言ってくださいなど表示されるので試しに話してみるとアレクサは反応して聞き取りモードに移るのですがそれ以降は何を言っても無反応。 もう一度話しかけると、現在接続できません。との回答。何度やってもこのやりとりの繰り返しです。カスタマーのメールに書いてあったボリューム、Wi-Fi、ルーター、再起動、初期化、すべて試してもダメでした。今度はログが欲しいらしいのですが、正直かなり面倒くさいので返品したいです。いや、あの、返品しても、あの、いいんですけれど、 これね誤作動というのは大事件ですよアマゾンさんがどのルートから調達をしているのかは分かりませんしこのプログラムも外注で欠かがしたものかもしれないんですがこれだけ多数の方のご家庭で消費者広い消費者に全般的に誤、ね、作動が生じていてしかも全くリコールをするという気配もない。 えー、というのはですね、えー、非常にこのふざけた、えー、態度だと私は思うんですが、これはあの amazon さんの判断ということだと思います。えー、しかし、あのこれだけですね、えー、レビューに書いてあるだけでも私思い当たることが山ほどあります、えー、そのここに書かれているですね。えー、と誤作動の事例を超えるぐらいのですね。事例を。私はスクリーンショットと。 からあのログを取ると称するまあアマゾンさんのカスタマーサポートのお指揮指導に従って対応してきてるわけです。えー、これがもうすでにあの三月からですね、えー、始まってまあ私がそういったスクリーンショットを取り始めてからでももうすでに、えー、もう二ヶ月になろうかというこの時勢でですねもう八月を迎えるわけですね。えー、この状態でですねただの一度も 誤作動の原因や構造的な理由に関して見通しもも眺めも全く一方がありませんこの間ですね私たちは一方的にログを取りスクリーンショットを撮りアマゾンさんのサポート方にですねレポートを上げ続けているわけですね。にもかかわらず一向に誤作動が止まらないという。 こういう問題に関してですね、やっぱりあのアマゾンさん、日本支社の担当者のお一方の問題ではなくて、これはあの本社がアマゾンのアメリカのです、ね、シアトルにあるという以上は、これはあのアマゾンの本社、シアトルにある担当官ですね、担当部署、CSR 担当者も含めての共同の議論に。 なるんではないかと私はそのように考えました、えー。ということでですね、今日は少し余談見えたお話を、えー、少し多いめにお話ししましたが、えー、ご参考になりましたでしょうか。えー、と引き続き、この Amazon さんのいきさつ応酬は、えー、継続したあまさに今、ライブで動いていることですので、えー、繰り返し繰り返しまたレポートさせていただけると思いまままますす、えー、今日はこれまでにししし、ま、たのご視聴よろしくお願いします。 今日はありがとうございました。